じゃあ斉藤さん、はい、ちょっとね、心配なニュースが、ちょっとやばいよやばいよ、これやばいですよね。いやこれ近本がな、はい、デッドボールでの、はい、まあ、検査をするということで、はい、まあ、どうなるかわからないんだけども、うん、やっぱ近本を失うと、はい、ちょっと阪神は大事やな。やばいですか。いや、やばいっていうか、まあ、そのどのぐらいの程度にはよるけども、うん、でも近本が戦列から離れるっていうことが打順の組み替えが効かないもんね、うん、まあ、簡単に考えればその中野を1番にして、はい、まあ、2番に誰を持ってくるかっていうことだけだとは思うけども、だけど近本の存在感とかさ、近本が出た時の相手へのプレッシャーだとかさ、はい、そんなこと考えたら計り知れない損失だよ、うん、もう近本中野で引っ張ってきたっていう、そこ出るから大山が、はい、返してくれてたというね。でもやっぱ前に最近出ないから、うん、点も取れてないしさ、はい、まあ、だけどこの夏場に強い近本が、はい、まあ、10試合でも戦列離れるって、その10試合っていうのは大変だと思うよ。高梨投手のインコースの球を当たってしまったっていうことで、うん、これやっぱりもう仕方ないもんなんですか。まあなあ、やっぱ故意で当てるっていうことはないからさ、はい、ただ手元が滑ったね、それはもうそれはしょうがないよね。デッドボールっていうのは、うん、相手もその当てようと思っては投げてないしね、はい、だからそういう意味からするともうしょうがないってもう思うしかないしね、うん、ただ腹の中は何してくれるんやって、それは首脳陣たちは思うよね。やっぱそうなんですか。いや、そりゃそうよ。だからといって報復だとかそういうことは全く考えないけど、だけどおいおい頼むよっていうような感じだよね、うん、もう祈る思いだよ。ただやっぱりダメージ的には数試合か、まあ、抹消するかどうかわからないけど、数試合は休むか、まあ、代打で置いとくかぐらいしかないかもからね、場合によってはね。で、岡田監督っていうのは性格的にはっきりしたいタイプだから、はい、いや、もうそうやって数試合休ますんだったら万全になるまで休ませろみたいな、まあ、そういうことをするかもわからない、ね、だからもう10日間でちゃんと治療して治して上がってこいって言うかもわからないし、うん、だから岡田監督ってそういうところははっきりしてんだよね。はいはい、はいはい、どうですか。じゃあやっぱりもう阪神ファンの方々、今もうちょっと SNS でですね、はい、そうだな、もうどうしようとか、近本選手の穴はもう誰がやるんやとか、うん、もちろん無事であって越したことないんですけども、うん、今もうそういう、こう SNS でざわついてるんですけども、はいはい、この辺りも豊さんもちょっと阪神が1月、もし近本選手が離脱した場合考えて、はい、どうしのいでいくかっていうのをちょっとこのチャンネルで出していくか。どうしのぐ、はい、まあ、最近も2軍に行っちゃったしな。そう、再調整でな、はい、いや、岡田監督が感じてるのは今チームに対して、はい、やっぱ疲労度だよね、うん、で、やっぱ前半戦飛ばしてないんだけど気持ちは、はい、勝手にチームが走っちゃったからさ、うん、だから馬もそうだよ、手綱引っ張ってんのになんかどんどん前行っちゃって、うん、ちょっと中間を落とさなきゃいけないって言ったところで、だけど岡田監督の頭の中でね、今が勝負だというふうには全然思ってないから、うん、で、オールスター明けぐらいからの勝負だっていうふうに思ってるから、うん、その準備段階だというふうに考えると、まあ、そんなに深刻になる必要はないと思う。ということはファンの方々が思うようなぐらい焦ってはないと、だから最後にゴールを切ればいいんだろ、はい、っていうような感じで岡田監督は考えてるから、だから、まあ、今はじゃあ調整すればいいって、うん、だから里輝も落として、ね、2軍で試合に出させてる、うん、で、まあ、ある程度の結果が出てきてるしね、いい打ち方の時もあれば、まあ、悪い時もあるっていうようなコメントはしてるけど、はい、まあ、だけど、まあ、率とかね見るともう全然残してるし、うん、まあ、少しこういい感じでできてるのかなと思うしね、うん、で、佐伯だってやっぱ10日ないしはもうちょっと空けて、うん、調整させてっていうようなことを考えてる可能性もあるし、で、近本も悪ければ今無理するなって、今無理したってしょうがないって思ってる可能性がある、うん、
だから阪神ファンの方は一旦やっぱこう下がるかもわからないけどもね、だけど追い上げ体制を整えるよ、うん、岡田監督は、うん、だからそこら辺はやっぱり心配しなくていいのと、はい、やっぱ DeNA を見た時に DeNA もちょっと重たくなってきてるよね。そうですね、状態が悪いですね、今ね。だから怖いのは広島だよ、怖いのは広島だから、なんて言うんだろう、松田での、そうです、実は今日から、今日から、はい、今日からの広島戦が一つのポイントにいるよね。ただ3連敗しなければいいぐらいの感覚でいてくれるといいよね、多分、うん、いた方がいいよ。で阪神ファンもこれ3連敗だとちょっとすごく嫌なんだよね、ダメージがあるんだよね。3ゲームだとこれひっくり返る可能性があるでしょ、はい、首位なんていうの、これ3連敗するとちょっと嫌な感じがするし、うん、まあ、広島にちょっと勢いをつけるというね、はい、まあ、そんな感じがするしね、うん、だからまあ1勝2敗 最低1勝2敗、うん、よくて2勝1敗ぐらいに考えとけばいいと思う。これどうですか、じゃあこのセンター誰で豊さんならいきます、このセンター、はい、近本選手が抜けちゃって、うん、誰を持っていく、島田、ああ島田選手、うん、を使ってこう足でかき回すような野球をすると。ただ一戦目が床田なんだよね。そうですね。だから右を使うとしたら森下、ミエセス、うん、島田、この辺りで行きたいよね、うんうん、なるほど。まあ難しいけどね。そうです、センターというポジション大きいですもんね。だからノイジーがジャイアンツの2戦目にタイムリーを打って、はい、次の日も打ってくれたら使いやすかったんだけど、次の日が全くダメだったんだよね、また、うん、うん、だからそうだな、まあ、ノイジー、ミエセス、島田で行くのかなって、いないしね、うん、そうですね、うん、まあこの辺りこうタイガースがトレードとかっていう動きはないんですか、まあ、やっぱ補強とかするかなってやっぱ気にするんですけど、ないない、あの高山が上がってくるんじゃないかと。ああ高山上げても面白いかもわからないけどね。でも高山っていう頭はないんじゃない、やっぱ前側を上げたように若手で有望なっていうのを考えてるはずだよ、はいはいはい、うん、だから高山そうだな、まあ実力はあるけどね、うん、それだったら高山を出してあの誰かを取ってくるとかね、はあ、うん、まあヤクルトに出してそうですね、マナカが間違えたぐらいだからいやだからそれほどやっぱこうね、うん、欲しかったんだろうから、うん、だからまあヤクルトで欲しい人がいればね、ただヤクルトも山田が怪我したりだとかさ、うん、ちょっとやっぱこう戦力的にデコボコし始めたんだよね、うん、だからあんまりないかな。球界全体でちょっと怪我がすごく増えたな、多いよな、はい、まあ、ちょっと違うんです選手のね、うん、場合もちょっと別なんですけど、まあ、別だね、はい、まあ、筋肉系の怪我多いよね。そうですね、うん、桑原選手もそうですし、まあ、そうだな、森友哉選手もそうですし、うん、まあ、何が原因なのかわからないけども、うん、まあ、昔ほどは走ってはないよね、うんうん、だけど現代的なそのやり方っていうのはアップもウエイトから始めてウエイトでアップをするっていうような、まあ、そういうシステムになってるだろうから、まあ、それが原因なのか、うん、まあ、よくわからないけどな、まあ、だけど、まあ、汗もね異常にかくだろうしな、この暑さだったら、うん、水分が不足して、はい、怪我につながってるのかもわからないし、これはわからないけども、やっぱもう自己管理しかないもんな。ちょっと今心配になって見てくださってる阪神ファンの方々に、俺は一旦阪神は落ちるよって、はい、順位が変わるよって言ってたから、はい、俺自体は、まあ、別に、あ、まあそうだ、まあ近本がいなくなるっていう想定ではないけどね、やっぱりいてくれてやっぱ安心感ある選手だから、ただまあそこでいなくて順位が落ちる、はい、俺帰ってきた時に近本は必ずね借りは返してくれるよ、だからそういう選手だし、だから心配してないし、で上がってくる時はサトテルも良くなって上がってくるだろうし、前側が食らいついてくるだろうし、だからそう考えてくると
あんまり心配でもない、まあ、心配する必要はない、堂々としておきゃいいと思う。でね、ノイジーもね打ってくるよ、うん、ああもうあかんあかん、あいつはあかんじゃなくて、ノイジーはね慣れたら打ってくるから、うん、だからそんな心配じゃないんだよね。だからむしろピッチャーの方が心配。ああそうですね、うん、あの抑えの、あの後ろの方がね、はい、少しちょっと計算狂ってるから。で3人、まあその浜松と湯浅が、この2人が計算外だから、だからこの2人の穴を埋めるっていうのは相当苦しいと思うから、だからそこら辺での計算外は起きてるけど、岩崎とか頑張ってくれてるよな、島本もいるし、はい、あの岩貞も頑張ってくれてるしな、はい、だからそこがまだこう元気なうちに、まあ、湯浅とか浜地とか戻ってくれると、まあ、こっちも楽、ね、左トリオが楽少しできて、またいい具合にはなっていくと思うから、今は7月は阪神ファンの方ね、準備期間と思っておき、体制を整えてる段階だというふうに。だからオールスター迎えて、あとは多分もう一回勢いつけてくるからと思うよ俺は。楽しみですね。いやそれは楽しみ、俺優勝候補だからね、はい。